バンダーバーグ軍はアメリカ合衆国インディアナ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17万9703人であり、2000年の17万1922人から4.5%増加した。面積では小さい方から州内第8位でありながら人口で州内第7位になっている。庁所在地はエバンズビル市であり、同で 人口最大の都市でもある。バンダーバーグ軍は、ケンタッキー州にまたがるエバンズビル大都市圏に属している。バンダーバーグ軍は1818 18年1月7日に、ギブソン軍、ポージー軍、ウォリック軍の一部を合わせて設立された。軍名は、アメリカ独立戦争の退役兵で、インディアナ順州では判事を務めたヘンリー・バンダーバーグにちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は236.33平方マイルであり、このうち陸地233.48平方マイル、水域は2.86平方マイルで、水域率は1.21%である近年、軍庁所在地であるエバンズビル市の平均気温は1月の下市25度から7月の下市91度まで変化している。 過去最低気温は1985年1月に記録された下詞17度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された下詞109度である。月間降水量は10月の2.96インチから5月の4.78インチまで変化している。軍政府は憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって特別の権力を認められている。 軍政委員会は、軍政府の財政責任のある立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。5人の委員が、軍内の選挙区から選出され、3人が、軍全体から選ばれる。任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで、所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、 所得税と資産税は州の承認を要する。行政委員会は軍政府の行政府である。委員は軍全体を選挙区に選出されるが選出される。選挙区に住んでいる必要がある。任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が議長になる。行政委員会は軍政委員会が決めた法を実行し、 税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍はいくらかの第一審を行う八つの州立、地方裁判所を持っている。巡回裁判所一つと上級裁判所七つである。判事は6年間任期で無党派選挙で選出され、インディアナ州法廷弁護士協会の会員でなければならない。判事を補助するのが、マジストレートと呼ばれる、 法執行官であり、指名される。上記以外に、保安官、検視官、監査官、財務官、投機官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求められ、また、軍の住人でなければならない。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バンダーバーグ群は下記8つの群区に分割されている。群区名の後の括弧内は2000年の人口である。ありがとうございます。